どうもナムチンです。ドラクエモンスターズ3やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日も対戦をやっていきましょう。今使ってるパーティーはこれなんですよね。リリパット、アルミラージ、ハデスナイト、結局アルミラージが強い。ここに戻ってきちゃいましたね。このパーティーでやってます。で昨日の夜ランクがね1100位ぐらいまで行ったんですよ。1100。でも一晩寝ると、ちょっと落ちてるんですよね。1279位。できれば3桁まで行きたい。900位台、そこぐらいまで行きたいので、今日は頑張りたいな。とりあえず5回勝利を目指してやっていきましょう。それではよろしくお願いします。あーなるほどね、こういうなんかねギャンブル性が高いパーティーには負けること多いんすよね。多いんだわな。普通通り行きましょう。どうだ、まあ身代わりするわな。オッケー。でバイキで凍てつく波動がこっちが早いっしょ。ナイスナイス、2回攻撃最高です。これはいったっしょ。オッケーオッケー。こういうねギャンブル性高いところは本当にね負ける可能性が高いので結構注意していくんですよね。まあ注意しようがないんだけどね。オッケー。ではありがとうございました。よかった。それでは続いてもよろしくお願いします。うわ最速だよな、最速なんだよね。いやこれやりにくいな。まあこっちでなんとかしてくれるでしょう。で凍てつく波動かなだよね。 OK。フェアリードラゴンが、雄たけびが弱くはなったらしいんだけども、やっぱ効くもんね。それでも。それでも効いちゃうんすよ。甘い息か。あ、なるほど。いい、オッケーオッケー。ナイスー。でもこっちがいたー。オッケーオッケー。大丈夫。普通に行く気はないもんね。バイキ入れたいけど、それよりも身代わりしとかないとどうしようもないからね。ハデスナイトの暗黒山が2回攻撃になってくれれば光は倒せるかな。 OK ナイス。あでもこれで起きちゃったら意味ないけどね。あーはい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 、オッケー。とりあえずいい感じかな。よし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 。ちょっと待ってよ。ハデスがね混乱してるのがちょっと怖い。こっちに攻撃されたらマジでやばいんだよな。わおわお、期間期間。よし、あーダメだ、起こしちゃうとダメだな。これはきついな。いやあっちが早いんかい。あーダメだー、きつい。ありがとうございました。続いてよろしくお願いします。珍しいな、初めてだ、初めて初めて。あまあまあまあ呪文系には強いって感じか。いやーちょっと待って、スピンスライムも嫌いなんだよな。まあアルミラージにした方がいいよね。どうだろうな、2枚来るかな身代わりが。
ああ、5日度ね。オッケー、リレスカード、ナイス。嘘、聞かなかったんかい。な、よし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 、オッケーオッケー、これでもいい、これでいい、全然いい全然いい、オッケーオッケー。で、バイキルトを、ハデスナイトに使って殲滅してくれ。ハデスナイトの攻撃力は1000ぐらいあります。キラキラで攻撃力を上げてるんで、うん、いや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 、ちょっと待って、俺 AI 設定ミスってる、なんかミスってるな俺。オッケーオッケーオッケー、でもまあいけるいける。ここ身代わりしといたがいいな。うん、リリパットのやつが来るんで、どっち、あ、俺の方か。おおおお、ナイス。オッケー、うわ、嘘。会心が出た、最悪だ。まあ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 、いいでしょういいでしょう、いけ。そんなにね、 HP も残ってないはずなのよ相手。大丈夫、光かこいつは。あ、光なのね。よしよし、で根に持つタイプ、おーおーおお、そういう感じ。ありがとうございました。続いてよろしくお願いします。あー、なんか最近結構見るやつ、ハデスナイトとキラーマシーンがいる。でもスライムジェネラルがいたっていうのは珍しいな。どんな感じでしょうね。引くよね、眠りか混乱は。はい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 、大丈夫。どうなる、スライムジェネラルがどう動いてくるかだよねこれ。 OK、 ナイス、そこそこ効くね。いや、2回攻撃しないで。2回攻撃きつい。 OK、 でここはもうバイキ入れちゃえ。うん、3体寝てるからね。でこっちでどう、相当ダメージはいくはずだけど。ありがとう、ナイス、オッケー、ありがとうございました。それでは続いてよろしくお願いします。このオーソドックスなパーティーが意外と強いんだよね。これが意外と強いんだ、本当に。うん、やっぱね、このパーティー強いもんね、なんだかんだ言って。2体身代わりしてきたらきつい。1体だけにして、あー、2体するか。うわ、2体、うわー、きついな。そこでね、1体だけにしてくれたらすっごい嬉しいんだけども。オッケーオッケーオッケー、いいぞ、ナイス、いいね、いい感じいい感じいい感じ、いいんじゃない。え、ああ、そうかそうかそうか、そう、そりゃそうだな。うーん、きついね。これきついな。まあ身代わり入れてでだよね、しかないもんな。オッケー、あ
おお、なんかラッキー。この次でちょっと眠りが入らないときついぞ。バーストした。おお、ナイス。ああ、ダメだダメだ。うん、ダメだ。厳しい。ありがとうございました。はい、それでは対戦終わりました。やったところ順位はほぼ変わらずですね。上に行くのなかなか難しいな。で、リリパッドですけども、そうね、今ウルトラガードと爆風ガード入れてるんですけども、爆風を抜いて、凍てつく波動を入れた方がいいかな。リリパッドでもハデスでも両方とも凍てつく波動ができた方がいいのかな。いやー、厳しかったです。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。